こんにちは。今回は、中長編みの円編みで編む簡単なコースターを紹介します。中長編みだけで編んだコースターです。そして、アクリルの糸で編めば、アクリルたわしにもなります。編み方を編み図で説明します。今回のコースターは、1段目、2段目、3段目、4段目で完成するコースターです。最初は輪の作り目に中長編みを編みます。立ち上がりの鎖編み2目を編んで、中長編みを11目編み、最初の鎖編み2目に引き抜き編みをして、1段目が終わります。2段目は1段目の1目ずつに2目の中長編みを編みます。3段目は一目おきに二目中長編みを編み入れて、四段目は二目おきに二目の中長編みを編み入れる編み方です。今回はコットンの糸を7号のかぎ針で編みます。最初は輪の作り目です。指に2回糸を巻いて、この輪の中に中長編みを編みます。針を入れて糸をかけて引き抜きます。これで輪の作り目ができました。ここから1段目を編みます。1段目の最初の立ち上がりは鎖編み2目です。鎖編み2目を編んで、輪の中に中長編みを11回編みます。針に糸をかけて、輪の中に針を入れ、糸をかけて引き出し、糸をかけて針にかかっているすべての糸を一度に引き抜いて、中長編みを編みました。あと10回輪の中に中長編みを編みます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、これで11目と鎖編み2目があります。数えてみます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11目と鎖編み2目です。この輪を引き締めます。編み地を寄せてから、糸端を引いて、動いた方の糸を手前に動いた側に引きます。そして輪を縮めて、最後に糸端をしっかり絞って、1段目の最後に引き抜き編みをします。輪をしっかり絞ってから、最初の鎖編み2目の2個目のところに引き抜き編みをして、これで1段目が終わります。次の2段目は、1目に2目の中長編みを編みます。次は2段目です。2段目も立ち上がりの鎖編み2目を編みます。この鎖編み2目は中長編み1目とします。今、鎖編み2目を編んだところに、もう一回中長編みを編み入れます。これで一目に二目の中長編みが入ったことになります。次の中長編みの頭に中長編み二目を編みます。次の中長編みの頭2本を拾って、ここに中長編みを二目編みます。同じところに中長編み
段目を編み入れるのが2段目の編み方です。次の中長編みの頭にも中長編みを2目編みます。1目に2目の中長編みを編みます。1目に2目ずつ中長編みを編み入れて、ここまで編みます。1目に2目の中長編みを編み入れてきました。ここが最後のところです。最後のところにも中長編みを2目編み入れます。そして次は引き抜き編みです。最初の鎖編み2目の2項目のところに引き抜き編みをして、これで2段目が終わります。3段目は1目おきに2目の中長編みを編み入れます。最初は鎖編み2目を編みます。次は隣の中長編みの頭に中長編みを2回編み入れます。3段目は1目おきですから2回中長編みを編んだら、次の中長編みは1目だけ中長編みを編み入れて、次の中長編みには2目の中長編みを編みます。これが3段目の編み方です。次は一目だけ編み、次の中長編みのところには二目の中長編みを編みます。一目二目を繰り返してここまで編みます。三段目の最後のところです。今二目編み入れました。次は一目だけ編んで、次のところは中長編みを2目編み入れます。最後は最初の鎖編み2目の2個目のところに引き抜き編みをして、これで3段目ができました。4段目は2目おきに増やし目をします。鎖編み2目を編んで、次の中長編みは1目だけ中長編みを編みます。次は、一目に二目の中長編みを編みます。一目ずつを二回、二目を編み入れるのを一回編んで、中長編みを編んでいきます。次は、一目に一目、次も一目に一目の中長編みを編み、次は二目を編み入れます。一目を二回、その次に一目に二目の中長編みを編み入れるのが四段目の編み方です。次も中長編み一目を編み、次も中長編み一目です。そして三個目の時に中長編み二目を編み入れます。一目ずつを二回、次は二目です。これを繰り返してここまで編みます。四段目の最後のところです。今二目編み入れました。次は一目に一目を二回編んで、最後は一目に二目の中長編みを編みます。そして最初の鎖編み二目の二個目のところに、引き抜き編みをして、これで4段目までが編めました。この糸は後ろの目立たないところに、とじ針で糸始末をしてください。簡単に中長編みだけで編むコースターができました。輪の作り目から中長編みを4段編んで作るコースターを紹介しました。アクリルの糸で編むとアクリルたわしとしても使いやすいと思います。最後まで動画をご覧いただきまして、
ありがとうございます。